れもあるし、これもあるし、まだ出来上がってないですよね、はい、炭が。これなんかも将来性は高いと思います。これなんかは質が抜群にいいんですよね、これとかこれとか。ただ、どうかな、これは質が良すぎて、ロスの可能性もないことはないですね、はい。ですね、だからそこのオスメスなんかがちょっと搭載はね、難しいところがあるので、これがね、メスだったらもちろん、去年、ここで20万で買ってもらったのが、2歳にしてメスだったので、もう今20万じゃとてもじゃないけど来ないですけど、はい。結構大きなりそうやろ。これはでかくなりそうですね、はい。そういうところがあるのでね、ちょっとオスメス難しいんですけど、ですね。これはメスやったらかなりでかくなると思います。頭も大きいし、口も大きいし、はい。ですね、将来性で言ったらそれはもちろん、はい。それとか、これとかも、はい。あんまり炭が出てない。ヒレの炭が出てたら関係ないとか。ヒレの炭はですね、元黒って言って、帰ってあった方が、はい、いいぐらいです。炭がこれから出てくるっていうのが。ありがとうございます。
錦鯉の質がいい。質がすごくいいと思います。いつもどんな声を買われますか？ボタンって中心に買ってはいますね。ちなみに失礼ですが、今おいくつですか？24歳。24歳。大学生の頃からありがとうございます。今回は何の声を買われましたか？紅白紅白